今回ご紹介するのは、ジラールペルゴの自動巻き時計、ヴィンテージ1945、REF25932 です。1945年発売のアールデコレクタンギュラースタイルの復刻コレクション。多数のバリエーションで展開され、爆発的な人気を誇り、同社の代表的シリーズとなりました。本品はシリーズの中でも定番スタイルの SS モデルです。美しいペルラージュ模様の自社ムーブメント CAL3200 を搭載。サファイアクリスタル越しに鑑賞できるシースルーバック仕様です。文字盤はヘアラインとサンバースト加工のシルバーカラー、アップライトのインデックスとエッジの効いたドルフィンハンドの組み合わせ、9時1にスモールセコンド、2時1にデート表示と他にはない独創的洗練された風貌デザインです。SS ケースは高級感のうかがえるレクタンギュラーフォルム。裏蓋は湾曲したカーベックス型シースルーです。バンドは専用の両開き式 SS ブレスレットを装着しています。クラシカルな雰囲気でスーツスタイルにもよく似合う。上質で気品漂う装いを演出してくれる一品です。ダイヤル、文字盤。特に目につく大きなダメージはありません。文字、メモリのかすれ消えもありません。針、インデックスに、錆や汚れなども出ていません。ケース、裏蓋。しれ、こ傷が認められます。裏蓋はシースルー。外周の刻印は鮮明です。へこみなどもありません。風防。特に目につく大きなダメージはありません。装着しての日常視認性も十分に保たれています。ベルト、尾状。GP ロゴマークが確認できます。しれ、こ傷が見られますが、すぐに装着可能です。操作方法。ケース右サイドにあるつまみが龍字です。そのままのポジションで手巻きができます。自動巻きの時計ですが、針が止まっている場合などは、時計本体を小中で軽く振り、手動でリューズを巻き上げて、針が動いていることを確認してご使用ください。リューズは、右回し、時計回りに、指先の腹で前方に押し出すようにして巻き上げます。できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。リューズを1段引いて回すと、デートがチェンジします。2段引いて回すと、針が動いて時刻調整ができます。ハック、秒針停止機能付きです。付属品。ボックス、レッカーリ。メーカー、ギャラカード。サッシタグ。コマ、一つです。日差は、24時間の実測で10秒以内に収まっています。実装時は、多少の姿勢差はあるかと思います。ラグ幅は 20mm。ケース径は約 28mm。リューズ含まず、T
立て、ラグからラグまで約 43mm、厚さ約 11mm、風防含む、腕回り、現状 19cm 前後です。時計の外観コンディションや精度など詳細は、説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。